沖縄県石垣島白保集落の海には世界最大級のアオサンゴ群落が広がっています。サンゴ礁はさまざまな魚介類を含む多くの生物が生息する場所で、そこに暮らす生き物は水質を浄化する役割を果たしています。またサンゴ礁は波の力を弱める生きた防波堤の役割も果たしてきました。白保は人口1600人ほどのサトウキビ栽培や畜産が盛んな農村集落です。ここでは農業を営んできた住民も海の恵みを利用して暮らし、サンゴ礁文化と呼ばれる独特の暮らしを形成してきました。このような暮らしを支えてきた白保の海は命継ぎの海や魚湧く海と呼ばれてきました。白保では海岸の浅瀬に石垣を半円形に積んで作られたインカチと呼ばれる伝統的な漁具が利用されてきました。潮の干満を利用して魚を捕る原始的な漁具です。現在では魚枠海保全協議会を中心に復元されたインカチを教育目的などで利用しています。戦後網が発達したことからですね、あるいはその専業の漁業者の方が、入ってこられたことでだんだん利用されなくなってきた漁具です。海を利用してきた思い出をいろいろ聞き取りをする中で、インカチの思い出が非常に楽しかったっていう方が多かったので、ではそれを復元をして、また今現在の子どもたちも、あるいは現在の大人の人も含めてですね、海と関わる場所として利用すれば、海を守っていくようなそういう活動につながるのかなと思って復元をしております。そういうふうにみんなで守りながらね、漁してきてからみんなでまた楽しいやろうという計画のもとにこの柿を作ったんだ。みんなあんたらの財産だよこれ、はい、みんなの財産。インカチは単に漁具として役立つだけではなく、石垣の隙間がさまざまな生物の住処となり、石につく海藻を食べる魚が集まるため、周りの海の生物多様性が高くなる効果もあります。旧暦の3月3日は浜折またはサニズと呼ばれる行事を行う日です。もともとは女の子が海の水で体を清める伝統から始まりましたが、今でもこの日には村の人がインカチを利用して取った魚を料理し、皆で食べ楽しみます。こんなの人生初めてやったよ。これも全部じゃあこんなにですか、うん、あーきれいきれい、よしこのカゴに、このカゴに投げて、あ、終わったの。白保の人々は長い間身近な海を大切に利用しながら海と共に暮らしてきました。はい、それではまたいつものように日曜一ライブを始めていきたいと思います。まずは最初に白保の国歌から始めていきたいと思います。白保サンゴ村では月に2度地元の農産物や民具を販売する日曜市が開かれています。この民謡はユラティクという共に集おうや寄ってらっしゃいを意味する村の言葉を歌にしたものです。海藻も今時期なんですよ。だから行けば少しでも取れるから、スーナーとかモーイとかオゴーとかいろいろ種類がありまして、海に行けば魚が取れる、シャコガイが取れる、いろんなコマガイが取れる、いろんなものを取ってきて生活して、こうして専業の漁師ではない住民が海に行き海藻や魚を取るのは白保では珍しくないことです。
白穂は12キロメートルに及ぶサンゴ礁に面した集落です。伊能と呼ばれるサンゴ礁の内側の浅い海は共有の資源と考えられ、地元の人が利用し半農半漁の生活を送ってきました。しかし白穂の住民の中には、沖合で漁を行うウミンチュと呼ばれる専業の漁師たちもいます。新里さんは伝統潜りと呼ばれる夜寝ている魚を森で捕る漁を55年近く続けてきました。僕はね、丘では すごい臆病者であったんですよ。だからもう車で着替える時も、もうバラバラと着替えて、もうそばに何かがおらんかなと驚くぐらい着替えて、して浜から歩いていても、上の方をしょっちゅう照らしてみたり、あんなにしてね、歩いて、もう現場に着いて一歩水に足入れると、もう全然怖いのない。もうこれからも何のも怖さない。もう自分の頭の中には、こっちから泳いだらどこのポイントに行って、また次はこっちからどこに行こうというのを頭に入れながら、もう歩いてるもんだから、もう怖さどころでない、もう獲物を取ることしか頭の中になかったから。自分の後継ぎがちょっとできてきてるから、あと 2,3 年ぐらいはこれに海をもうちょっと教えて、風、また潮、波、そういったのをみんな勉強しないと、海のものを取るだけでは上手になれないよと。自分もそうだけど、海はもう漁師からすると一つの自分の財産さ、ね、だから僕はね、自分に言い聞かせてるのは、海は自分の財産であるけど、また一歩自分が海やめたら何者でもないと、みんなのものになると。しかし自分が健在で頑張られてる時は、どこ行ってもこっちの海は自分の財産、あっちに行ってもあっちの海は自分の財産と、そういったふうに誇りを持ってね、僕は仕事してるつもりではあるさ。内原啓吉さんは巻き網漁のウミンチュです。ピーと呼ばれるリーフの上の潮の量がちょうど魚の長さになるとき、海藻を食べる魚の尾っぽの先が海面にちらりと見え隠れします。啓吉さんたちはその場所に網を担いで歩いていき、相方に合図を送りながら
リーフの外側に回り込み、外洋へ逃げる魚を巻き込むように網を広げます。地域の皆さんが地域の海あるいは自然を守っていくっていうことが一番大切だと思っております。白穂のおじいおばあと話をしてたり、暮らしを見てると、暮らしの中でさまざまに海の恵みをですね、利用してきた、本当に暮らしと関わりの深い海だなっていうことを感じてます。生態系サービスを本当に存分に取り入れた、暮らしが白穂にはあるのかなと。白穂の皆さんはそれをサンゴ礁文化っていうふうにおっしゃってますけども、サンゴ礁文化の暮らしが息づく、海と集落の関わりがあるところだなというふうに感じています。サンゴが科学的に生物学的に重要であるとか、そういったメッセージも伝えるんですが、やはり地域で受け継がれてきたその伝統的な暮らしの中で、培われた海との関わりですとか、海の利用する知恵っていうことをうまく受け継いでもらう中で、いつまでもその海と暮らしがですね、共に豊かである、そういったことが我々が目指しているところですので、地域の皆さんと一緒に取り組んでいるところです。我々の北海道から沖縄まで日本の6カ所の里海を巡る旅は終わりを迎えようとしています。日本の海岸線の長さは約3万5000キロメートルと世界でも6番目の長さです。比較的小さな国土にもかかわらず、南北に長く四方を海に囲まれた暮らしの中、海は人々にさまざまな恩恵をもたらし、人々もまた海の資源がなくならないよういろいろな工夫をしてきました。日本の沿岸域にはたくさんの藻場や干潟が存在し、魚に産卵する場所を与え、水質の浄化などの役割を果たしてきました。ところが、このような沿岸部は開発に伴う埋め立てや水質の汚染などにより、著しくその効果を失い続けてきました。かつて多くの人々にとって身近な場所であった海は、遠く馴染みのない場所へと変わってしまいました。我々の里海をめぐる旅の水先案内人、松田教授は現在の日本の里海の状況、そしてこれからを次のように語ってくれました。本当はですね、今更里海なんてこと言い出さないで住めばなお良かったと思うんですが、里海ってことはある意味これから豊かな海を作り直していこうってことですから、今の海が必ずしも豊かではないってことですよね。で、かつてそういう時代もあったわけですけども、いろいろなやっぱり人間活動とか、そういう開発とか、そういうものでもう身近な海が随分破壊されたり変わってしまったりしましたのでね、それを今その取り戻していこうっていう意味で里海ってことが興味を持たれてるってことは、ある意味その必然性があるわけですよね。日本だけではなくてですね、実は国際的にも同じような問題があって、国によってはその開発の程度が違いますし、この時間のフェーズが違いますので、これからますますその環境破壊やですね、開発が起きるような地域も懸念されてるわけですよね。そうしますと里海っていうのは国際的にもかなりこの広く、なんていうんですかね、一緒に考えたりそれを利用してもらったりできる、そういう可能性があるんだと思うんですよね。ですから、いい里海づくりをすることが、そういった国際的な発信とかですね、国際的な活動につながるようになってくるとなおいいかなというふうに思います。